皆さんおはようございます。ということで本日たき焼き匠のモーニングルーティーン、いつも作っている最高の朝食をちょっと早起きして朝の7時から調理して食べていきたいと思います。てかさ、俺普段から朝ごはん自分で結構作ってるよね。で、昨日の夜寝る前に明日朝ごはん作ろうと思って、どうせだったら朝ごはんって結構みんな気になるんかなと思って、本日ちょっといつもより早起きして朝ごはんを作ろうという企画でございます。めちゃくちゃ眠いです。寝巻きのこれなんよ。寝巻きこれで、昨日寝るときこれでさ、昨日さ、明日の朝飯の具材買いに行かなと思って、昨日あの閉店ギリギリでもう寝る前やったからさ、この格好で買いに行ったっていう。いやでもさ、この辺すごい閑静な住宅街みたいなんで、しかもスーパーやんか、バレへんねんな。こんな辺のスーパーで俺バレたことないねん。大体最近なんかもう街中行ったらバレんのに、もうマジでバレへんねんな。いやてか多分そもそもこの格好やと声かけづらいかな。俺だったら声かけへんよ、こんな格好してたら。はい、じゃあそれ作っていきましょうか。一つ言えることは、俺ほんまにあの料理独学やからさ、専門家の人あんまり厳しい件言わんといてな。ほんまに俺が好きに趣味でやってるだけやからさ、料理ってさ。みんなってさ、味噌汁の具とかって何入れる？俺とりあえず豆腐入ってたらめちゃくちゃテンション上がってた。あとえのきとかね。えのきってみんな入れるかな？俺はすごい好きで入れてる。化学調味料無添加の和ごだしをいつも入れてます。そう思ったらマジでさ、すげえ早朝からさ、大家族とかの例えば旦那さんの分、子供の分とか作ってるお母さんマジ偉大じゃない。一人暮らしして思うわ。でもさ、俺さ小さい頃、それこそ小学生の時に未だに覚えてんねんけどさ、なんか当時おかんが毎日弁当作ってくれてて、気に入らんおかずがあって、なんかこうすげえ文句言ったよおかん。じゃあおかんがめちゃくちゃ悲しそうな顔して、それがすごい俺の中でなんか、うわめっめっちゃ申し訳ないことしちゃったなって子供ながらにめっちゃ思ってて。でもそういう経験ってもしかしているんかもしれへんな。なんかそれをきっかけに俺すごいおかんのこと大事にするようになったし、ありがたみってものも知ったしね。だからお前らあんまりツンケンしてずに、親っていうものはいついなくなるかわからないから大事にするんだぞ。てかさ、一つ言っていい？なんで俺今までそんなチャラいイメージあんの？チャラいっていうかさ、好感度、別に好感度が欲しいわけじゃないけどさ、なんか、まっとうなとこからお仕事欲しいねんけど。だって俺さ、10年ぐらいやっててさ、おっきい炎上ってしたことないねんで。やれさんまたしたとか、顔踏んづけたとかさ、未成年に〇〇みたいな。やってないやってない。どんなイメージ？お前らわかってると思う。たき焼きはそんなやつじゃないっていうのを、俺がさ、なんかヤフーニュースとか載るやん。その時に、見た目がチャラいんよ。だから、とんでもないやつなんやなっていう多分認識があると思う。いや、ヤフコメミンたちがもうこいつチャラ行くな行くなみたいな感じになってた。そうなんよね、やっぱビジュアルの印象ってあるよなと思うよな。まあだからそれが仕方ないってことよ。見かけじゃないって言うんだよ。そう、人は見かけっていうのはめっちゃ思う。まあだから俺がこのね、風貌ってことは、まあそういうふうにもう生まれていくのは宿命ってことよ。いやてかさ、俺この季節やからさ、菜の花にハマってるの。菜の花俺すげえ好きで、ちょっと菜の花のお年たしも作るわ。寝る前にさ、お刺身を昆布締めにするのハマってて、昆布に酒とか塗って貝を塩締めして、そこでサランラップして一晩漬けるっていう、そういうことやってるんよ。閉まってるかな。まあ多少閉まってるか。キャキャ、これってなんかラーメンにしか見えへんよな。中本の店員みたいな。はい、ということで完成しました。たき焼き匠の朝飯です。卵とサラダ、トマト、お味噌
味噌汁、昨日つけた昆布締め、玄米のおにぎり握ったんよ、根の花と、あとこれ昨日作ってて、あ、鶏肉を煮たやつ、まあ、ちょっと今日は豪勢に行こうじゃないかな。この時もね、ちょっとした工夫があって、炙った方がうまいよ。なんかこの黒い皿、今ここ出てるやんか3つぐらい、これめちゃくちゃ良くて、耐熱的な、炙ってもいいねって、この皿の上やから。あとこの上で刺身とか切ってもいいみたいな、すごい頑丈な、そういういろんな、そういう便利なお皿らしいよ。これ淡路産の塩、これも淡路産やねんけど、ゆず塩っていうのがあって、これめっちゃうまいよ。俺はこの昆布締めしたやつにいつもかけてる。俺と結婚したくなったやろ。作って、誰か作って。だいぶ豪勢にしたな。うん、閉まってる。そうね、俺玄米なんや。体に気をつけようと思って。でもたまにさ、どっか外行った時とかさ、撮影で白米食うやんか。白米バリうまってなるからな。白米はめちゃくちゃうまいで、玄米食った後だって余計そう思う。でも人ってさ、意外と環境とかってすぐ慣れるからさ、玄米食い続けたら玄米うめえってなるんやん。ただたまに食う白米のうまさを知ってしまったら、もう玄米無理ってなる。白米しか勝たんってなる。うん、いやさ、これだけやったらさ、さすがにさ、お前もさ、普段から自炊してんねんって思うよな。ちゃんとやってる感出るやろ。ほんまにマジでやってるから。で、俺朝これだけ食ったら、もうね、昼食えへん。夜まで抜く。あ、鶏うま。あれなんか天才ですね。うんうん。あ、味噌汁うま。こんな感じなく、大量のえのきとネギと、たまに納豆とか入れる確定あるよな。あれはあれで合うんか。俺やったことないけど。でも朝やん、味噌汁飲むのも納豆食べるのもさ、一食単にしすぎてない？早く食べるために納豆をもうぶち込んでるってこと？まあ、みんなもコメントでこういう変わった味噌汁の具材とか、家庭でこういうちょっと変わった朝飯あったとかって言ったらコメントしてや。これよく勘違いされてることがあってさ、ファンの言うことは極力聞こうとはするのよ。もちろん方向性とかは俺が何年もかけていろんなスタッフと決めてることやから、絶対これが正しいと思ってやってることはあるけどさ、まあでも本当にファンの意見っていうのは結構俺聞くようにっていうか、見るようにはしてて、コメントとかでさ、大事やなと思って。そこでなんか勘違いしてんのが、俺聞くのはファンのコメントだけやからね。ファンでもないさ、ヤフコメから来たやつとかさ、アンチみたいなやつの言うことは聞けへんからね。俺ちょ勘違いせんといてほしいねんな。俺が大事に思ってるのはマジファンだけやから。なんかプロも俺はファンにだけ申し訳ないって思うし、ファンだけ幸せにしたいと思うけど、そこまで俺も心広くないからね。とか最近俺ますますテレビ見やんくなったな。みんなどうよ、テレビ見てる？なんかほんま大きいなんか番組とかしか見やんくなったかな。年末の大晦日の時の紅白とか、なんとかスペシャルとか、ダウンタウン好きやからダウンタウン系の番組とか、あとアナザースカイね。アナザースカイ復活したん知ってる？アナザースカイ一回番組終わったんよ、打ち切られたんよ。多分コロナ禍の影響やろうな。うわ、終わった。俺ここが僕のアナザースカイ。あれ言われへんのって思って。別に今も言えてるわけじゃないけど、出れる保証なんか全然ないけど、けどあれがなくなった時点で俺一生言われへんやんって思ってたら、復活して。アナザースカイのスタッフさん、もし見ていたらぜひ竹谷京特集してください。お願いします。めちゃくちゃ出たい。一番出たいかもしれへん、アナザースカイ。でもどこやろな、アナザースカイ。大体海外やねんな、アナザースカイで行ってるとこって。でもコロナ禍になってから結構国内が増えてきてて、てかなんだら国内って一切なかったんよ。コロナ禍から国内もありみたいになってて、どこやろな。いやさ、もちろんね、淡路島もってるし、俺のなんかこうエンタメのルーツといえばやっぱシンガポールに行った時やなって思うし、アメリカ、ニューヨークも良かったしね。うん、西成は嫌やな。いや、いいとこやけど。ここが僕のアナザースカイ。あ、お兄ちゃん、あ、何やってんのって途中で入ってきそうやん。綺麗にやらせて。アナザースカイで甘えばかむどは言われたくない。甘えばかむど、いつか出たいです。頑張ります。お父様。はい、ということで今回、いつものたけやきショーのモーニングルーティン、朝ごはん自分で作って食べてる時もあるよっていう感じで紹介しました。いっぱい、めちゃくちゃ腹膨れた。まあたまにはこういうまったりなね、オフ感満載なたけやきもいいんじゃないでしょうか。この姿初めてやもんな、寝巻きで髪後ろに束ねてみたいなさ。うん、今年この1年ぐらいにかけてほんまにプライベートな部分ってめっちゃ見せてると思うよ、みんなに。マジで。まあだからね、これからもそんなパーソナルな部分をね、映していければなと思います。パーソナルな部分って言ったら、俺だって動画で映してる部分ってこことキッチンと撮影部屋と、でたまにあれか寝室も映してるよな。この辺とか映したことないよな。で、この辺な、あのこれさ、前にプレゼント企画でチェキみたいなの撮ったよ。俺結構インテリア好きやからさ、なんかいろいろ飾ってしてんねんけどさ。で、
とりあえず置き場所ないから自分のチェキめちゃくちゃ飾ってんねん。自分大好きなやつみたいになってるんで、これ友達遊びに来たら引くやろな。自分の決め顔を飾ってるって、これは見せてはいけないパーソナルの部分ですね。僕たちは絶対絶命のノイローテ。